6年前にあるビートボクサーの人が YouTube に動画を投稿していて、それを見て雷が落ちたみたいな日本の高知という場所から、ニューヨークに来て今40日います。1年前にビートボックスの大会を主催して、その時にゲストでアメリカ在住の日系人の方をコーチに招いて、その時にニューヨークの話を聞いて、わあ俺めっちゃ行きたいと思って、今この1年越しに、ニューヨークに来たという感じです。バスキングを始めた時1時間やったんですけど、全然誰も見てくれず、で結果的にその1時間で10ドル入ったんですけど、なんかもうそれがすごい嬉しくて、その1ドルのありがたみというか大切さをすごい知りました。楽器を使わず人を楽しませることができるっていうところはすごい魅力に感じるかな。英語が自分全然喋れないんで、音楽を通じてこっちの人とコミュニケーション取れるという感じで、今すげえ楽しい毎日を送ってます。このニューヨークに来てすごい思ったのが、その人生をかけてビートボックスでいろんな国を回りたいですね。Hey NBC News fans, thanks for checking out our YouTube channel. Subscribe by clicking on that button down here and click on any of the videos over here to watch the latest interviews, show highlights, and digital exclusives. Thanks for watching.